クラミジアは放っておいてもなかなか自然には治らない感染症です。受診のしづらさから自然治癒を期待してしまうかもしれませんが、放っておくと重篤な病気につながります。お薬を飲むことで治療することになりますので、気になる方はお早めに受診なさってください。男性の場合は泌尿器科や性感染症内科へ、女性の場合は婦人科や性感染症内科をご受診ください。病院を受診する場合、治療の手順は次のようになります。まず問診で症状をお伺いし、男性でクラミジア性尿道炎が疑われる場合には尿検査を行います。咽頭クラミジアが疑われる場合には、綿棒で咽頭の粘膜をこすって検体を採取する方法、もしくはうがい液によって検査を行います。通常は検査の結果が出るまでに3から4日かかります。症状がはっきりとある場合には、結果が出る前に検査当日から治療を行います。クラミジアの治療はジスロマックやクラビットなどの抗生物質を飲みます。ジスロマックは1回4錠を内服することで治療が完結しますが、副作用としてお腹を下しやすいという特徴があります。一方クラビットは1日1錠を7日間内服することで治療が完了します。飲み薬を1から7日間服用し、その後2週間ほど空けて再検査を行います。検査の結果が陰性であれば治療完了です。完治の確認ができるまで性行為はお控えください。当院ではクラミジアの検査費用および治療費用は次の通りです。保険適用、自己負担3割の場合、クラミジア性尿道炎および咽頭クラミジアの検査は2400円ほど、クラミジア治療1000円ほど。自由診療の場合、クラミジア性尿道炎および咽頭クラミジアの検査は3000円、クラミジア治療9000円になります。